ここを放っておくわけにはいかない。全部か。生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。パスカル、聞こえるか。ああ、エートゥーさん、村のみんなはどうなりましたか。すまない、ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か。廃工場跡地に避難させています。分かった、ひとまずそっちに行く。何があったんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが同じ村の仲間を食べ始めたのです。エーテルさんが来てくださらなかったら、私たちもきっと。ありがとうございました。疑問、機械生命体は素材さえあれば再生できるのではないか。いえ、実は私たちにはコアと呼ばれるユニットがあります。このコアは自我データを形成するユニットなんですが、それを破壊されてしまうと元に戻ることはできません。コアは普段は安全な場所に格納しておくのですが、今回犠牲になった村人たちはコアごと破壊されてしまっているので。そうか。この工場は安全なのか。以前暴走した機械生命体が住んでいたのですが、トゥービーさんが撃退してくれて、今は
ばらくは私たちが資材置き場として使っていました。わかった。ここで籠城するにももう少し情報が必要だな。推奨パスカルたちの早急な安全確保。そんなに急がせるな。各地のポッドネットワークから情報を入手。お前たちに仲間がいるのか。皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報はある。なんだって。敵の増援部隊、本施設への侵入を開始。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰してぶっ殺します。考えるのは当て回した。今はとりあえずこいつらを倒さないと。これじゃあキリがないぞ。エイトさん、私に考えがあります。しばらく時間を稼いでみてください。まだ来るのか。エイ
丈夫ですか、エートゥーさん。ああ、助かった。子供たちが心配です。部屋に戻りましょう。自分たちのコアを、これは自殺。こんなことになるなんて。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。こんなことならあの子たちに。お願いがあります。この苦痛に私は耐えられません。私の記憶を消去していただけないでしょうか。さもなくば私を殺してください。確認、ハッキングによる記憶回路の切断を実行。確認、ハッキングによる記憶回路の切断。ポット、パスカルの記憶を。了解、記憶消去プロセス開始。私の名前はパスカル。この村の王さをしています。
再起動タイマーをセット完了。助かる。気がついたみたいよ、デボル。おはよう。よく寝たな、ナインエス。レジスタンス。キャンプ。あなた2週間も眠りっぱなしだったのよ。見つけてきた私に感謝しろよ。 2B はお前の方がよく知ってるだろう。ブラックボックス信号も切れている。そう、デボル。ポポルタイプのアンドロイドは治療、メンテナンスに特化した希少なモデル。バンカーなき今、彼女たちがいなければ 9S の修理補修は厳しいと予測。推奨、感謝の言葉。ありがとう。私たちのタイプは昔は大勢いたんだ。何でも大規模システムの管理を任されていたらしい。らしいってどういうこと？当時の記録は消去されてるから何があったかわからない。私たちのモデルは過去に暴走し事故を起こしてる。同系機は事故後にほとんど処理された。私たちが処分されていないのは再び暴走しないようにサンプルとして監視されるためなの。でもおかげでこうやって仲間を助けることができる。それが私たちが犯した罪への償いだと思ってる。あまり無理しないでね、ナインエス。
受信の連絡。なんだこれは。地下空間より出現した巨大構造物、機械生命体の手によるものと考えられるが、詳細は不明。巨大構造物中央部から地上へ伸びている部分に移動構造物を確認。エレベーターか。奴らのやることに理由なんかないさ。物体の場所を通知。ふざけやがって。ポット、僕が寝てた間の状況報告。報告。先ほどアクセスした巨大構造物について、機械生命体に由来すると考えられるが、詳細は不明。また構造物から射出された大型ユニットが数箇所にあることが判明している。大型ユニット。先ほど目的地としてマークされた物体、自称資源回収ユニットと予測。ユニットの目的は不明。 A2 は現在位置、生死ともに不明。分かった。その大型ユニットの位置をマーク。目的の提示、機械生命体の殲滅。ヨルハブ隊基地バンカーが破壊された現在、各部隊員に対する命令は留保されていると判断。推奨レジスタンス部隊への合流と命令系統の再確認。命令だからやるんじゃない、僕が決めたんだ。機械生命体は殲滅する。そして A2 を